でもないことになっちまったな。みんな今から言うことをよく聞いて。ここはカートゥーンキャットという恐ろしい生き物が現れる世界なんだ。それって異常に足が速くて笑いながら追いかけてくるあの猫？確かどんなモンスターよりも強いんだよね。そんなのオイラには余裕さ。余裕じゃないんだ、今回ばかりは本当に強い敵って。こんな話してる間にもうすぐそこまで迫ってきてるはず。じゃあ急いで守りを固めよう。カートゥーンキャットは絶対にこの道を通ってやってくる。だからここにたくさんの仕掛けを作っていこう。じゃあまずは一つ目のトラップ、絶対にバレない地雷を作っていくのはどう？いいね。どんなに足が速い生物でも地面を歩いてくるなら地雷でやっつけれるでしょ。楽しみだぜ。それじゃ作ってんぞ。できたぞ。これ絶対成功するでしょ。これで一つ目のトラップは完成だね。地雷は避けられることがあるかもしれないから、2個目のトラップ、落とし穴を作っていこう。普通の落とし穴じゃなくて糸を使った罠の落とし穴。おびき寄せて糸に触れた瞬間、落とし穴が作動するんだよね。ここ掘れ、バナバナ。みんなでさ、ここにマグマ敷き詰めていこうよ。オッケー。よし、いい感じにできたね。うん、最高だ。じゃあ落とし穴だから、この上をバレないようにカモフラージュしないとね。そうだね。うんうん、どうしたらいい？看板と、うん、カーペット、粘着ピストン、レッドストーンの松明。覚えられない。じゃあまずはここに粘着ピストンを仕掛けていくよ。そしたら次はここにレッドストーンを置いていくよ。よし、さあその回路で床が抜けるように看板を置いていくよ。こいつがとっておきの隠し味なのさ。この上にじゃあカモフラージュするためのものを置かないといけないよね。そう。じゃあ緑のカーペットをこの上に敷き詰めていこうよ。はい、絶対引っかかる落とし穴も完成。でもさ、さっきからなんか地味じゃない？もっとカラフルなドアドアトラップも必要なんじゃないかな。とんでもないもん作れちゃうぞこれは。なんなの、お目つきになる。その名もバナオでドッカンスペシャルさ。名前だけはすごそう。うん、今見てくれてる子はこれがどんな風になるか分かったらコメントで教えてね。教えてね。分かったら天才だよこれ。うん、私たちも分かんないもん。バナオでドッカースペシャルの出来上がりさ。ちょっと焦ってブサイクになっちゃったけどね。これだけじゃ爆発しないから、レッドストーンを置いてここに TNT を置きますよと。あとはレバーを置けばこいつで完璧さ。これを引いたらこの TNT が爆発して、うん、そしてオイラの顔も爆発するっていう仕組みさ。これだけトラップを仕掛けたらさすがのカートゥーンキャットもダメージ受けると思うけど、念には念を入れてここに最強のセキュリティハウス作ろうよ。これめちゃくちゃ楽しそうじゃないか。雨降ってきたからさ、中入ろうよ。入ろうよ。そうだね。自慢のフロア見てほしいな。行って行って、バナオ。ついてきて。ついてきな。うん、わ、すごい自動ドアだ。うん、これはやかし、作さん。うわ、いつものだ。スピードのポーションと飛躍のポーション飲んで、ちょっとオイラ見てくるよ。バナオ様子はどう、そっちの。うん、全然いないな。音楽がね、聞こえ始めたら、うん、近づいてきてるってことだから。ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃんちゃかちゃかちゃか。そんな感じ。めっちゃ愉快だ。静かに聞こえてきたぞ。バナオ、そっちどう。やばいよ、来てるよ、来てるよ。すごい、あーすごいスピードだ。地雷はどうだった。うん、地雷は爆発したから突破されたぞ。向かってきてるぞ、逃げろ。ダイヤトラップ、落とし穴だ。どうだ。行け。どうだろう、反応しない。第3のトラップ、バナオの必殺技だ。見せてやれ。どうなるんだこれ。ドッカンでしょ、ドッカンでしょ。バナオが、すごい、落とし穴だ。マグマに行っちゃったよ。わー、すごいな。ココナとマーが待ってるセキュリティハウスに向かってるぞ。まずいぞ。急いで戻れ、俺の最終兵器がある。うわー、セキュリティハウスが占領されてる。こうなったらしょうがない。うん、守護神ゴーレムを呼ぶんだ。はい、いけゴーレム。一体できた。はい、あー、上から降りてくるようとしてるよ。来てる。すごいよ。あ、降りてるんじゃない。降りてないか。いや、でもこっちを狙ってるぞ。何を踊ってるんだ、のんきに。あ、壊してる。あ、降りてきてる。マグマを渡ってるぞ。マグマ知らないの。アイアンゴーレムを食べてる。
黒いな。あーやられてるやられてる。あマナオ頑張っ、よしいいぞマナオ。TMP キャノンだ。どうだ、どうだ、黒い、いけ頑張れ。なんか届かない位置、届かないですか、近すぎる。いいぞでもいいぞいいぞいい。え、おお、あ、いなくなった。あれどうだ、どこ行った、どこ行った、大丈夫だったのか、みんな無事だったのか、みんな無事だった、とんでもないことになっちまったな。カートゥーンキャットが攻めてくるより僕たちまずいことしちゃったんじゃないの。気のせいさ。すごいぞ、最強だね。ボロボロだ。こんな中生きちゃって。でも誰もね死ななかったからね、よかったんじゃないかな。そうだね、そう思ってくれる子は高評価お願いします。お願いします。カートゥーンキャットみんなは知ってた？コメントで教えてね。それじゃあまた次の動画でね、バイバイ。とんでもないことになっちゃったね。これマジでやばいよ。